皆さんこんにちは。広島ドラゴンフライズジェネラルマネージャーの岡崎修司です。今日は2024年3月23日土曜日ですね。名古屋ダイヤモンドドルフィンズ対広島ドラゴンフライズ、このゲーム1の試合を皆さんと一緒に振り返っていきましょう。まず本日のゲームの結果ですが、79対70で広島が勝利となりました。今日のゲームはですね、広島が目指してきたディフェンスから走って勝つバスケット、そういったものを体現できたですねゲームになったのかなというふうに思ってます。特に非常にこう少ないですね失点の中で、重たいゲーム展開の中でワンポゼッションずつをですね大事にして粘り勝ちをしたというところで、非常に自信をつくですね決勝になったのかなというふうに思います。スタッツを一緒に見ていきましょう。今日はですね、先ほどもお伝えしたんですが、広島の粘り、またディフェンス、こういったものが強調されたゲームになったと思います。広島のディフェンスによってですね、名古屋の方は今日ターンオーバーが21ということで、非常にですね多いターンオーバー数を記録しました。もともと名古屋はですねターンオーバー多いチームではあるんですけれども、広島はこのターンオーバーから得点を21得点取ってます。さらには広島の方はですねセカンドチャンスポイント、リバウンド取ってから2回目の攻撃でですね得点がこちらも21点ということで、非常にですねこう粘り強さをゲームの展開の中で見せれた、そういったものが数字としても見られているのかなというふうに思います。その他ですねフリースローも広島の方は23本獲得しているということや、スリーポイントのパーセンテージも 30% を超えてくるということで、非常にですねいつも通りの力を出せたのかなというふうに思います。繰り返しになりますけど、今日は本当にディフェンス、そしてリバウンド、こういったもので粘って名古屋にですね勝つという展開を作れたのかなというふうに思います。はい、次にじゃあ処理チームの方から、キープレイヤーを選出したいなというふうに思います。今日は広島ですね、本当に多くの選手、フニュー選手や、ブラックシアジュニア選手も含めてですね多くの選手が素晴らしいパフォーマンスをしたのかなというふうに思います。ただですねスタッツ上ちょっと素晴らしい数字が出てますので、背番号24番のニック・メイヨ選手を選出したいなというふうに思います。今日スリーポイントが8分の6ということと、総得点ですね28得点ということで、非常に特に後半ですね重たい展開の中でスリーポイントシュート、こういったものを連続して決めたということで、広島がこう優位なゲーム展開を作ることができた大きな要因になりましたので、今日はメイヨ選手を選出したいなというふうに思います。はい、では最後にですね明日に向けてということでお話をしたいなというふうに思います。明日はですね名古屋の方は非常にこうチェンジング、ディフェンスのシステムやオフェンスもしっかりこう変えてくるだけの力と適応力を持ったチームになります。明日ですねまた違った展開になると思いますし、そういった名古屋の変化に対してですね広島の方はしっかりと対応していく、またそれを上回っていくということが非常に重要なのかなというふうに思います。その中でですね今日見せたディフェンス、そしてリバウンド、こういったものでの粘りをですねコートで発揮することができれば連勝が見えてくるのかなというふうに思います。 CS を目指す上ではですね明日のゲームというのは非常に重要な一戦になります。また多くの方にですね今日のように会場に来ていただいてご声援をいただければと思ってます。まだまだチームもですねクラブも CS を諦めてませんので、一緒に応援していただければと思います。また会場でお会いしましょう。